皆さんこんにちは、ユリアと申します。それではスウェット&ティアーズ2、続きからやっていきましょう。朝の公園って気持ちいいな。よし、今朝も気合い十分走るぞ。ん、向こうから来るのは、お、富士先輩。やっぱり富士先輩だ。富士先輩、朝によく会いますね。先輩、おはようございます。いや、頑張ってるね。まだ都大会から一晩明けただけなのに。だって次は関東大会ですよ。そうなんですけど、関東大会はすぐじゃないですか。それを考えると居ても立ってもいられなくなっちゃってそうでなくっちゃね。じゃあ次の大会期待してるからね。そっか、私富士先輩に期待されてるんだ。よし、頑張るぞ。私は3つ目の性格魂、黒い微笑みを覚えた。黒い微笑みって怖いんだよね。よし、完璧。でももうちょっと頑張んないと。富士先輩、私に白芸を教えてください。おお、白芸か。でもまだ富士先輩ルートで白芸見てないんだよな。いきなりだね。どうしたの？先輩みたいに一級で戦況を変える、そういった技が欲しいんですよ。お願いします、教えてください。先輩、先輩、お願いします。悪いけど僕には教えられない。じゃあ誰に聞けばいいんですか？富士先輩。意地悪で言ってるわけじゃない。でも僕には僕のテニス、君には君のテニスがある。そうですね。違う。え？まず自分のできることを練習の中で掴んでいく、それからだと思う。私にできることですか？うん、そう思わない？私だけの技。テニス部のみんなそれぞれ得意技を持ってるの？そうですね。はい、それなんです。私が欲しいのは私だけの必殺技なんです。あれはみんなが必死の努力の結果習得したものだ。さらっとやってるように見えるけどね、その努力を抜きにして自分の技を磨くことはできない。成長もない。僕はそう思う。正論ですね。必死の努力の結果か。ねえ。はいはい。君のテニスを模索する練習ならいくらでも付き合ってあげるよ。え、本当ですか？いいんですか？よろしくお願いします。諦める？諦めない。限界ギリギリまでやったって胸を張って言えるかい？先輩も限界までやったんですよね。努力しないように見える？いいえ、見えません。いいえ、あの、もう少し練習付き合ってください。ああ、その心がけが肝心だ。頑張れ。はい。おめでとう。体の遠心力をうまく使ったね。まぐれじゃないですよね。僕が保証するよ。ありがとうございます。先輩のおかげですそう言ってくれるなら僕が名前をつけてもいいかい？お、富士先輩が？お願いします。え、はい、当然です。ぜひお願いします。じゃあね、白虎。白虎か。富士先輩がクジラで私はシャチか。白虎、先輩の白芸とお揃いっぽいですね。お揃いがいいかなって。おお、嬉しい。ありがとう。でもこの技はいつでも出せる技じゃないけどね。試合中体力ゲージの上にマークが出た時にしか出せないんだ。はい。マークが出たら
必殺技ボタン。簡単だろ？はい、簡単です。あと、どんな技でも自分のものにするには積み重ねが大切だよ。はい、走り込み頑張ります。せっかく覚えた技だから確実にしよう。はい、ありがとうございました。こうして私は必殺技白虎を習得した。みんな藤先輩のおかげだよ。感謝しなくちゃね。よし、これくらいあれば大丈夫かな。藤先輩はと、やば、もう来てるじゃない。すみません、待ちましたよね。まだ約束の時間より前だよ。気が早いね、お互い。ああ、よかった。さあ、中に入ろうか。今日はたっぷり鍛えようかな。お願いします。はい、お願いします。ところで、テニスって素晴らしいスポーツだと思わない？素晴らしいですよね。格闘技の方がいいです。誰でも楽しめる最高の球技です。ダイエットには最適ですよね。うん、まあ間違っちゃいないけど真ん中だな。誰でも楽しめる最高の球技です。君もそう思う？年齢や性別に関係なく誰でも楽しめるのがいいよね。そうですね、もうバッチリだよね。今日の練習、いい汗かいたよ。また今度誘ってくれる？楽しみにしておくから。はい、はい、ぜひお願いします。そうだ、もし時間があるならちょっと付き合ってほしいんだ。え、時間なんてたくさんあるよ。はい、喜んで。そう言ってくれると思ったよ。でもどこに行くんだろう。それで先輩、どこに行くんですか？うん、パソコンショップなんだ。パソコンショップ？パソコンか、いいな、私も欲しいな。じゃあ新しいパソコンでも買うんですか？いや、そうじゃないんだけど、ちょっとね。え、どういうこと？あれ、なんかはっきりしないな。先輩らしくないの？先輩？どうしたんだろう？さっきからデジカメ売り場を行ったり来たりして、ああ、カメラを買うか買わないかって悩んでんの？あの先輩、デジカメ見に来たんですか？ああ、そうなんだけど。けど、何か気になることでもあるんですか？わかる。実はそうなんだ。だってそんな思い詰めた顔してんだもん、わかるよ。乾が、これからはデジカメだって言うもんだから来ては見たんだけどね。ほう、乾先輩が？僕にはどうしても。どうしても何？そうだ、君はデジカメとかどう思う？どう思うって考えたことないな。文明の利器ですよ。まあ温かみはないですね。便利だと思うんですけど。でも藤先輩嫌がってるから真ん中の方がいいかな。まあ温かみはないですね。そう思う？よかった、同志がいてくれて。急に元気になったよ。アナログ派の僕に味方してくれる人だんだん少なくなってるんだ。そうなんですか。じゃあ私がずっと味方でいますよ。そうですよ、流行に負けないで信念を貫きましょう先輩。そうだね、流行に負けちゃダメ。今日は付き合ってくれてありがとう。強い味方ができてすっかり元気になったよ。もうめちゃくちゃ元気になってんじゃん。じゃあずっと思い詰めてたの？はい、お役に立てたのなら私も嬉しいです。それじゃあまた。こうして藤先輩との一日が終わった。でも戸惑ってる先輩ってちょっと可愛かったかも。可愛かったって、まあそうだけど、まあ元気になってくれてよかったよ。テストだ、月曜は数学だ、よしバッチリ、火曜は原告だ、あっちゃボロボロ、水曜は英語だ、よしバッチリ、木曜は日本史だ、ママかな、金曜は生物だ、あっちゃボロボロ、土曜は保健体育だ、よしバッチリ。大丈夫これ？私の成績は？あんた？うん。あんたはね、うん、どうだったのかな、×2個あったけど。
あんたなかなかやるじゃない、州の女王ってところよ。あ、よかった。本当？嘘ついたってしょうがないでしょ。ま、この調子で頑張ることね。うん、とりあえずよかったな。そっか、今日は七夕祭りか。誰か誘おうかな。声楽の先輩を誘う。やっぱりテニス部の人がいいよね。誰を誘おうかな。藤先輩。そうだ、藤先輩を誘ってみよう。はい、藤ですが。もしもし、黒宮です。どうしたの。今日、うちの近所の商店街で七夕祭りがあるんです。よかったら一緒に行きませんか。面白そうだね。いいよ、行こうか。やった。じゃあ7時に商店街の入り口で待ってます。藤先輩と七夕祭り楽しみ。おー、浴衣。え、藤先輩浴衣。おお、美しい。これは何の柄だろう。驚いた。女の子と一緒だからね、おしゃれした方がいいと思った。うわ、何このイケメンの鏡。すごいすごい、藤先輩、女の子みたいで綺麗です。女の子みたいはダメでしょう。じゃあすみません、女の子みたいだなんていいよ、素直に褒めてくれてるんだよね。はい、めっちゃ褒めてます。はい、その方向性だけは間違ってないつもりです。はい。わあ、さすが都会の七夕、人が多いんですね。ああ、そうだね。この商店街の七夕祭りは結構有名らしいからね。わあ、すっごい、お店もこんなに出るんだ。ほら、あれを見てごらん。大きな七夕飾りですね。それに種類があんなにたくさん、私知りませんでした。7種類あるんだよ。それぞれ深い意味があるんだって。へえ、そうなの、知らなかった。さすが藤先輩、物知りですねそんなことないよ、たまたま本で読んだだけだから。へえ、何の本。でもそれができないんだけどな。ほら、空を見てごらん、星も綺麗だよ。今夜は天の川もよく見える。え、見えるんだ。七夕の日に晴れるって珍しいね。綺麗ですね。でもあの天の川が織姫と彦星の二人を引き裂いているんだよね。そうなんですよね。君はどう思う。どう思うって、悲しいけどちょっとロマンチック。お話の上でのことですから、私ならそんなの耐えられないかも。うん、これだ、私もそうだもん。私ならそんなの耐えられないかも。愛し合ってる二人なら離れたくないはずですもん。絶対耐えられません。君ってとっても情熱的なんだね。そういうの素敵だと思うな。情熱的かな。それじゃあそろそろ短冊に願い事を書こう。はい、はい。何をお願いしよっかな。もっと体調が良くなりますように、もっとテニスが上達しますように、藤先輩と親しくなれますように。これだ。そなたの願い聞き届けた。我らが願いを叶えましょう。え、今の声って。あらら、なんかよくわかんないけど、藤先輩との絆がすっごく強まったみたい。どうかしたの。え、今何か聞こえませんでした。大丈夫、今ぼーっとしてたけど。すみません、なんでもないんです。そう、じゃあ行こうか。はい、はい。七夕祭りはこうして終わった。でも何だったんだろう、あの声。もしかして本当に願いが通じたりして。今日はいよいよ関東大会だ。ドキドキするな。私のパートナーは藤先輩。先輩、
いよいよ関東大会です。うん、一回戦からなかなか厄介な相手だね。私一生懸命やります。よろしくお願いします。肩に力が入りすぎてるね。え、もっと力を抜こう。大丈夫だよ、そんなに力まなくても。はい。そりゃ相手はあの標定だけど、一回戦は一回戦なんだし、この先長いんだよ。はい。気合ボールを渡すよ。ステータスに振り分けて。はい。まずパワーを上げておくか。もう一個上げておこう。となると精神力と瞬発力かな。こんな感じかな。よし、これでいこう。うわ、負けてる。お、阿久津先輩。阿久津先輩も攻略したいな。あー、でもあの二人、あ、でも私の必殺技返せない奴らからバンバン使える。やったね。それじゃあ行きましょう。プレイ。決めるよ。僕が決めるよ。怖い怖い怖い、無理。ラブフィフティーン。さあ気を取り直して、これからこれから。はい、次はもうバッチリです。やぶ、白毛。お、白毛出た。よし、すごいなあの技。フィフティーンオール。あれって実際にできるものなのかな。じゃあ私も白光をやらないと。決めるよ。やぶ、先輩ありがとうございますけど、私も打ちたいんですよ。白毛。連続で白毛きた。私が個人的に見たいって言ったら、藤井先輩めっちゃ出してくれるよ。受けて。お、またヒグマ落とし。何、藤井先輩必殺技の連発じゃないですか。フォーティーフィフティーン。だったら都大会でも出してくださいよ。僕が取る。お願いします。なんくそ。怖い怖い怖い。あー、嘘でしょ。フォーティーサーティー。もうこれだ。これでどうだ。ビャッコ。イエイ、いける。ゲーム、正確。お、鳥取のやつ、いつもと様子が違うくね。技のキレが半分もあらへん。どうしたんや。ミクスド3は評定が取ってる。これに勝てばミクスドは2回戦進出が決まるってのに。けどこれ落としたら次控えてるのに正確はこうだから、めっちゃ無駄なんだ。クソクソ、正確め。また音楽のバグ起こったよ。いくよ。僕が取る。お願いします。受けて。お、ヒグマ落とし。めっちゃ連発するじゃないですか。ラブフィフティーン。いくよ。はい、私が。危ない、今出てなかった。これで決め。うわ、やられたよ。しかもカメラ引いた時に。ハイハイスライス。もうこれ空撮だよ。やり。フィフティーンオール。アトベ財閥のヘリから撮ってるよこれ。いくよ。そうか、私は光栄の必殺技か。あ、ゼロになっちゃったよ。ビャッコ。ゼロではないか。やり。フィフティーンサーティ。タイム。藤
藤先輩ご飯の時間です。これくらいあればいいかな。いくよ。おお、やったラッキー。アウト。ラッキー。フィフティーンフォーティー。おお、やった。いける。ゲーム正確。いくよ。勝っちゃった。よっと。ボンバイ正確。ゲームセット。ちょっと2ゲームは接戦だったけど勝てたわ。やった、私のロブ作戦が効いた。勝った、私たち協定に勝ったんですね。怪我のせいだけじゃないですよね。違うよ、それは気にしなくて。君が僕についてきてくれたおかげだ。藤先輩、藤先輩も必殺技の連発ありがとうございます。でももうちょっと早く出してほしかったな。私の力なんて先輩の勝利です。違うよ、ダブルスは一人の力では勝てない。僕だけが頑張っても限界がある。僕たちの力、うまい具合に噛み合ったんだよ。毎日の練習のおかげだろうね。練習に付き合ってくれた先輩のおかげですよ。私の練習、成果あったんだ。あれだけ頑張れば、当然成果は上がるよ。確信が持てた。はい。先輩、私、もっともっと練習して、力をつけます。その心意気だよ。僕も負けられないな。先輩がそう言うなら、私、もっと必死でついていきます。だったら必死になってもらうよ。楽しみだな。私のパートナーは藤先輩。藤先輩、いよいよ決勝戦ですね。そうだね、悔いのない試合にしよう。はい。緊張してるのかい。少し。正直言うとやっぱりしてます。正直なのはいいことだよ。あとは緊張に負けないようにね。はい。大丈夫、君ならできる。僕もいるからね。二人で勝利をつかみ取ろう。うわ、めっちゃ心強い。ありがとうございます。頑張ります、私。やる気が出てきたみたいだね。それじゃあ、僕も少し肩をほぐさないとね。やっぱ藤先輩も緊張しているんじゃないですか。あれ、先輩も緊張してたんですか？もちろん。でも、僕の場合は、緊張というより気合かな。気合ですか？いい意味での緊張だよ。いい意味での緊張か。これからすごい相手と戦うんだ。だからテンションを高い位置で保つためにね。もちろん必要以上にはいらないよ。だから少し肩をほぐしておこうってね。じゃあやっぱり先輩も普通に緊張してたんじゃないですか。そうなるね。この緊張感、将来の役に立つから覚えておくといいよ。はい、覚えておきます。はい、よく覚えておきます。試合よろしくお願いします。さあ、気合ボールを渡すよ。ステータスに振り分けて。はい、これが藤先輩の気合か。さて、どうしたものか。まずは瞬発力と知識も上げとこうかな。そうなると精神力だ。あと体力と、あとはやっぱ精神力かな。こんな感じかな。よし、これでいこう。うわ、負けてんじゃん。お、さくのちゃん、かわいい。やっぱ決勝に来ると負けてばっかりだな。いや、ここから勝っていきますけど。じゃあ行きましょう。プレイ。
使えるものは使っておかないと。白虎やり、フィフティーンラブ。体力の減りが多いな。やっぱ走り込み頑張んないと。サコン、サコン、決めるよ。もうやったラッキー。アウト、やり、サーティーラブ。よくが取る、逃します。おー、ナイスコース。フォーティーラン、サコン。あ、先輩気は来てますね。うわ、いった。フォーティーフィフティーン。赤目じゃないよね、赤谷くん。ちょっとフリー先輩、よし、フリー先輩、ちょっと、え、フォーティーサーティー、え、びっくりしちゃったよ。なんでフリー先輩何もやんなかったの。ちょっと、え、あの天才藤修介が無視。いけ、決まれ。びっくりしちゃったよ。ちょっと、ビャッコ、おっしゃ。これでワンゲームはもらいましたけど、ゲーム正確。失ったものは大きいけど。プレイ。僕が取る。お願いしますよ。危ない。これはここぞという時だ。やっこ。でも体力がやばいので、ラッキー。ご飯を食べる。ラブフィフティーン。タイム。先輩、お腹いっぱいだろうと思いますが、食べてください。じゃあ行きましょう。やば、お、ありがとうございます。白ゲイ、イエーイ、白ゲイ。よし、白ゲイ、全国大会じゃないや、関東大会でめちゃくちゃ出すじゃん。光栄と光栄との戦いだ。僕が取る。お願いします。お、ナイスコース。ラブフォーティー、怖い。やば。お、ありがとうございます。白ゲめっちゃ普通じゃん。次ももらうよ。ゲーム正確。いい試合だったよ。ありがとうございます。ボンバイ正確。ゲームセット。藤先輩、私が白ゲーム見たいって言ったらめっちゃ打ってくれるんだけど。勝った、私たち勝ったんですね。夢みたい。夢なんかじゃない、努力の結果手に入れた当然の勝利だよ。当然だなんて、藤先輩のおかげです。先輩のおかげで勝てました。どうかな、これはダブルスだ。僕一人が頑張ってもそれだけでは勝てない。君が協力してくれたからだ。二人の勝利だよ。私、先輩のパートナーとして恥ずかしいことだけはしたくないって。堂々と胸を張ったらいいよ。一年でこれだけやれる選手が正確にいるんだぞってね。はい、私堂々としてます。ありがとうございます、褒めてもらえてすっごい嬉しいです。でも過信は禁物だよ。はい、でも藤先輩昔やってたけどね。もうすぐ全国大会がやってくる。
もっと強くならないとね。はい。ああ、先輩はもう先を考えてるんですね。よし、私も気合い入れていかないと。おめでとう。今日の試合、僕から見てもすごく良かったよ。ありがとうございます。なんとか練習の成果が出せたみたいでほっとしてます。そうだね、頑張ってたもんね。この調子でどんどん強くなっていけるといいね。はいはい、藤先輩もかなわないくらいになってみせますよ。これは大変なライバルの出現だ。僕もうかうかしてられないな。パートナーはっと藤先輩。それじゃあ、藤先輩、お願いします。僕？いいよ、何歌う？どんな曲が好きなの？そうだな、J-POP なら何でも。お任せします。先輩のお好みでどうぞ。藤なんかに選ばせたら世界の名歌手とかになっちゃうぞ。え？そんなの歌えるかお前。藤先輩、普段そんなの聞いたり歌ったりしてるんですか？逆に聞いてみたいんだけど。それも楽しいね。2曲目はぜひそうしようか。え、藤先輩ってカラオケ好きなの？意外。2曲目も一緒に歌ってもらえるんですか？お望みなら。おお、カラオケ好きなんだ、知らなかった。それはダメ、お前らばっかり独占反対。あ、菊丸先輩も好きなんだ。あ、でも菊丸先輩は好きそう。おやおや、エイジに邪魔されちゃった。どうしよう、本当に世界名歌集やる？私の知ってるのであれば。普通の歌謡曲じゃダメですか？そう、それじゃあ。おー、藤先輩、何その坊主、完全に歌う気満々なんだけど。ここにいるのに、めっちゃ美声やん。近づいてくる差し出した夢、今打ち返す。いつか大人になった日に、僕はきっと思い出す。ひたむきだけで語れない月日、その重み君と感じている。この世でただ一つだけ、抱きしめよう。笑顔のままでまた会えるだろう。心に風が吹いているから、仰げば空高し。めっちゃうまいや、さすが藤先輩、さすがカイラさん。もう歌ってる私が恥ずかしいもん。歌うまいんだね、驚いたよ。人前で歌うの慣れてる？いやそんなことより、藤先輩ですよ、めっちゃ美声じゃないですか。慣れてなんかいないですよ、心臓バクバクです。関東大会より震えちゃいましたよ。先輩こそすっごくうまいですね。世界名歌集からラブソングまでレパートリー豊富って感じ。世界名歌集はエイジの冗談だよ。え、冗談なの？え、さっきのはからかったんですか？また菊丸先輩ったらひどい。バリ、お前は真に受けやすいって感じだから、一つ試してみっかと思ってさ。うわぁ、先輩たちがいじめてくるよ。お詫びに藤の好み教えてあげるよ。渋いジャズの魅力とか聞いたら何でも答えてくれるぞ。あ、ジャズも好きなんだ。興味ある？だったら今度うちにおいで、ゆっくり練習しよう。はい、行きたいです、行きたいです、興味あります。ちゃんと日本語のもありますよね。英語はわかんないかも。じゃあ次もやっぱり歌謡曲かな。でも違う曲に挑戦するのは構わないだろ？そうですね。はい、頑張ります。いやー、藤先輩、てかカイラさんが歌が上手すぎる。歌ってる私が本当に恥ずかしいよ。ああ、耳が幸せだった。
というところで今回はここまでにしたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。